スハイパワー日本橋の二宮よろしく。美々なるものには音がある。ドイツの味わいシャウエッセン日本ハム。かゆい時にはうなこうは、かゆい時には、かゆい時には、かゆい時にはうなこうは。フルーツインゼリー、デザートにフルーツ一体インゼリー、ゴイスメチェリーキスハウス。フルーツインゼリー、ブルーベリー新発売。何言ってんですか静さん、本当は私静さんの味方です。嘘つけお前、いざとなったらお前アッコさんの味方するやろ。静さん一生ついていきますって。お前な、ほなこれな、踏んでみ、踏んでみ、あ、踏めない、踏めない、こうやって踏むんだよ。何やってんの、あ、なんだこんなところにアッコさんの写真が。あれ俺バランスおかしいみたいで。月曜夜8時は歌のトップ10、お楽しみに。89チャンピオンカーニバルもいよいよ大詰めを最終戦を迎えました。大阪府立体育会館、新地方の桜もほとんど散りまして、桜から新緑の季節に移っていこうとしております。さてこれからリング上では NWA 世界ジュニアヘビー級のタイトルマッチ、ニューチャンピオン中野真一対桃田光雄の60分一本勝負が行われます。まず挑戦者桃田光雄が入場です。プロレスキャリア22年、プロレスが弟子より好きという桃田光雄、力道山2世があり、今リング上に上がりました。桃田コールが館内から巻き起こっております。さあ続いてこの挑戦を受けます若きチャンピオン中野真一が花道からリングに登場いたします。全日本プロレス希望の星、若きエースとしてつい先日取ったばかりのニューチャンピオン中野真一、これからリングに登場しようとしております。若いそれに立っておきまして、さあこのベルトをきっかけにさらに大きく大きく飛躍してほしい若きエース中野真一が今リングに上がりました。2周年に日本テレビ日本テレビ岩見店のお父さんより呼びに参加を同点でございます。さあ試合に先立ちまして読売テレビと日本テレビから今両選手に花束が送られました。そして青山運動部長から認定証が宣言されます。 NWA が認可し、 BWF が認定する世界ジュニアヘビー級選手権試合であることを宣言する。1989年4月20日ナショナルレスリングアライアンス会長ジャック・ストコリッチ、パシフィックレスリングフェデレーション会長ロード・クレア。続きましてチャンピオンベルトの変化でおります。認定書の宣言に続きまして今中野真一からチャンピオンベルトが返還されました。電撃ファイターの中野真一、この試合は60分一本勝負で行われます。もう大阪府立体育会館の館内からは桃田コールが起こっております。さあ両選手の紹介です。ジュニア3度目の挑戦であります桃田光雄、力道山ジュニア、さあ第7代 NWA 世界ジュニアヘビー級チャンピオン初の防衛戦中野真一であります。60分一本勝負で行われます。さばきますレスリーは和田恭平です。大きな声援が起こります大阪府立体育会館。さあ今ゴングが鳴りました。さあ素早い攻撃を見せる両選手、かなり激しい動きです。放送席には今しがた試合が終わったばかりのジャイアント馬場さんを解説席にお迎えしております。馬場さん、両選手とも気合が入っているようですね。そうですね、はい、
どうでしょう、あの中野真一にとっては待望のベルト、しかも初防衛戦、桃田選手は世界3度目の挑戦になりますけれども、そうですね、攻めるがあって守るがあるんですね。桃田の方がね、やっぱりキャリアありますからね、中野はまあ、チャンピオン取りましたからね、これもまた張り切ってると思うんですよね。まあそれにいたしましても、桃田光雄の声援が非常に大きい大阪府立体育会館、ファンの熱い声援に後押しされて、ついにジュニア戦線に殴り込みをかけました桃田光雄です。22年目の栄光に向けて全力投球を行っております。さあ桃田の左手を攻めつける中野真一です。馬場さんね、まあ、前座のヒーローとしての桃田光雄選手ですが、まあ、いわゆるその彼を支えたその真骨頂というのは何なんでしょうかね。やっぱり辛抱強さでしょう、はい、ね、20年やっぱりこの方ずっとね前座に期待したわけですからね、辛抱してきたというか、ね、なるほどね、まあ、苦節22年、その苦節に耐えた桃田選手に今館内から大きな声援が起こっております。まあ、馬場さん、力道山のジュニアということでね、馬場さんも大力道山をよくご存じなんですが、この共通点というのは桃田選手ありますか。さあ共通点はどうでしょうかね。さあいわゆるファイティングスピリットというのは、お父さん譲りのものを持ってるでしょうね。そうそうですよね、はい、本人にしてみればね、はい、やっぱり力道山は自分の父なんだという、それはもう離れないと思いますよね、はい、だそれを力道山というものを傷つけないためにやっぱり自分頑張ってるということじゃないですかね。そうですね、まあ、日本プロレス界の父、こう力道山の次男坊、昭和43年に父の意思を継いでプロレス入り、キャリア22年を誇っております。まあ、馬場さん、この桃田選手はですね、若手が全て桃田選手の胸を借りて、そして大きく強くなっていったわけですよね。そうですね。で、その桃田の壁を破って一流選手になっていったんですが、はいはい、その桃田選手が今その栄光の座に挑戦というのはどうなんでしょうか。あのね、みんなやっぱり桃田に教わって桃田を乗り越していったんですよね、そういう意味でね、なんていうかな、桃田もちょっと悔しかったと思うんですよ。そうですよね、ですけども、ですからね、その桃田がそのキャリアという点でね、はい、割かと俺はお前らを教えたんじゃないかという優越感みたいなものを持ってると思うんですね。そうですね、ただこの中野だけは違うんですよね、はい、まあ、そういった意味で、今日の場合には、まあ、中野真一選手にも胸を貸しておりました。しかし俺はあくまで挑戦者だ、もう徹底的に自分の力を目いっぱい発揮すればチャンスがあると、そのように試合前に言っておりました。あのね、体力的にもね、やっぱり桃田の方が不利ですからね。そうですね、あと自分がそのやっぱり22年のキャリアをね、はい、生かして戦うしかないと思うんですね。173センチ、100キロの小兵であります桃田光雄、中野真一は185センチ、110キロであります。さあ今度はツープラトンのパイルドライバーに行きました。ツームストンのパイルドライバー、そして木小屋へ飛ばした。さあ中野真一、おっとこの辺りはもう何枚逆を取るか、あリングの中央だ、おっとお相撲のような形になりました。中に腕を包みましたのが中野真一です。さあコーナーに追い込んで、さあ情け容赦ない攻撃であります中野真一。実力キャリアともに折り紙付きの中野でありますが、王座について平成元年全日マットのジュニア戦争が大きな焦点となっております。まあ、あのベルトを巻いた中野選手ですがね、ジャンと馬場さんはどんなその選手を目指してほしいんでしょうか。あのね、ベルトはね、はい、巻けばね、巻いたその貫禄というか風格がついてきますからね、はい、そのやっぱりベルトに馴染んでね、はい、俺はチャンピオンなんだというやっぱレスリングをしてもらいたいんですよね。なるほどね。まあ、あの馬場さん、日頃その中野真一選手は決め手をちょっと変えてるんじゃないかとね、そうですね、あの何もね、何もかもできるんですよ、はい、レスリングの技全てできるんですよね、レスリングのこれが俺のものというものがないんですよね。そうなるとやはりそのフィニッシュホールドというものを身につけてくるわけですね。そうですね、これをやったらもう相手をやっつけられるというものがね。さあ今日はこのモーダを相手に、ベテランを相手にどれだけその新しい技を発揮することができますか。
ここ大阪府立体会館はいわゆるジュニアのメッカでありまして、日本マット初のタイトル戦ダニー・ホッジ・ヒロ・マツダ戦は昭和42年にこの大阪で行われております。そして59年の2月には井上がシャボゲルロから世界タイトルを奪ったのもこの大阪府立大会、そして今年の1月25日井上がジョー・マレンコからタイトル奪還したのもこの大阪府立体育会館というそういういわく因縁がある会場であります。さあ桃田選手がじわりじわりとそのグラウンドに持ち込んで、攻めつけていますが、これはスタミナを奪う作戦でしょうか。スタミナもあるんですけどもね、はい、やっぱり 腕を決めているということはね、どうしたって中野が下になりますからね、はい。まあ、桃田選手はこう言ったんですよね、最初の挑戦は井上選手、そして次に藤選手、まあ、この2人の比べると今日のこの中野が一番パワーがあるというふうに言ってましたから、このパワーをなんとしても殺さなければいけないという作戦のようですね。ああそうでしょうね、さあ完全に左腕を殺しています。桃田光雄、もうファイトは天下一品であります。節22年、練習の虫、ファイトの刀であります。現在でも人数スクワットを1日500回から1000回は欠かしたことがありません。そして1日3時間のウェイトトレーニング、休みでも5時間の練習を行うという桃田光雄選手であります。40歳の春、果たして栄光のチャンピオンベルトを手中にすることができますか。桃田光雄、まあ、完全に左腕を決めまして、ちょっともう左腕が青っぽくなっております。中野真一、さらにロープを利しましての桃田光雄の攻撃だ。1発には3発、和田恭平が止めに入ります。まあ、インタージュニアのこのベルトなんですが、インタージュニアから NWA 世界ジュニアに移行してからは、初代がヒロ・斎藤、2代目が小林邦明、3代目に淵正信、7回防衛、そしてジョー・マレンコ、マイティ・井上、6代目に淵正信、47日ぶりにマイティ・井上から3月8日にタイトルを奪還しましたが、そして4月の16日にこの中野真一が淵正信を破りまして第7代の世界チャンピオンに輝いております。第8代は果たしてこの桃田光雄になるのでしょうか、それとも中野真一が初防衛を果たすんでしょうか。非常に興味津々でありますこの世界ジュニアヘビー級タイトルマッチ。さあ今度は桃田光雄が上に入りまして左腕を決めています。さあ桃田が左腕を決めてぐいぐいと締めつけております。このインタージュニアの、ベルト、初代はヒロ・斎藤であります。さあそして今度は左腕を締めてさらにまた痛めつけようという体勢ですが、どうです馬場さん、今のところこの攻め込んでいる桃田光雄のペースでしょうか。ペースというよりもね、やっぱり、攻め方はいいと思うんですね、はい、一箇所を徹底的に攻めていくという、はい、今後ね、やっぱこれからまだ中野の腕を攻めていった方がいいですね。あーはー、まあ、でも中野の腕を攻めていってその腕を決めて勝つということを考えているんだったらそれでいいんですがね、まあ、一点集中攻撃ということなんですが、ロスクはもうようやく逆を取られました。さあ左足を取られて今度は苦しい。まあそういえば、桃田選手は前日の淵、それから井上選手とのタイトルマッチの時に足を痛めているんですね。そうですね、その足を今痛めつけられたということは、今度はもう左腕を痛めたその中野真一と今のところ今度は五分と五分という、体勢になってきたかもしれません。さあ今度はもう一回足を痛めつける中野真一、左足を完全に殺そうというそういう作戦か。おっと今度はサビミッション、関節技に行きます中野真一。さあなんとかこれをクリアしたい桃田光雄、生涯ベンダレスラーを決意した男に突然チャンスが巡ってまいりまして、このシリーズは3回目の挑戦になります。3度目の世界ジュニアヘビー級のタイトルマッチに挑戦する桃田光雄です。まあ、馬場さん、世の中には石の上に3年という言葉があるんですけれどもね、桃田選手の場合はマットの上に22年ということなんですから、
やはりこのだけ努力するものは報われるというそういうことがあってしかるべきだと私は思うんですけどね。そうであったらいいんですかね。いかんせんこれだけはそうはいかないそうですこともありますからね、さあどう大津君の逆に取った高田を抑え込みに行ったカウンターツルタ押し野田光押しさあそして左足を取りますまた足への攻撃だ中野真一なかなかしつこい1分経過しましたグランドでの攻撃は多くなりましたモーダと中野真一チャンピオンの中野が構成場内はモーダコールが起こっております。さあようやく向こう側に手を伸ばしましたロープでクリアしました中野真一いやモーダ三つ子であります。1回2回今度は効く攻撃だ中野としてはやはりその徹底的に足でも手でも痛めつけてそれから料理にかかるという作戦でしょうかね。そうですよね、はい、何せ体重差が、約10キロ近くありますが上身長が15センチ違います。中野と徳本さあ今度は徳本駅だ徳本駅1か通ってきた浸水だ寄せ攻撃行ったおお桃田光行きました意地を見せました練習の虫桃田光メキシコ修行時代を思い出したかこのトップロープを見せましたもう一発トップロープから上がるぞトップロープに行ったさあもう一回飛んだ体をかぶせた体をかぶせましたさあ完全にダウンだ。さあこれでマットに上がるとカウンターを止まれるぞ桃田光さあ宙にできるかさあ NWA のベルトださあ立ち上がることができるかおっと今度は中野真一がエプロンから頭を押さえて立ち上がったはい早上がりました入場に登場しました中野真一さあ桑田どういう攻撃かおっとバックドロップいきますバックドロップいったさあカウントは2おっとカウント2さあ 2.5 ぐらいまでいきましたクラバーなんちゃうんですかチャンスです。もちろんね、でしたらもうどんどん攻めなきゃいけないしね。さあ、もうチャンスがめくってきた。オートバックを捉えた。オートバックを捉えた。モーダー逆に後続を打ったか。しかしカバーに入るモーダー2層。カウンター2。館内のファンがこうします。モーダー2層に声援を送ります。中にとっては非常に気の毒な、その声援でありますが。さあ、今度はもう一回。オートバックを追加したところ。逆に返した。カウンター、返した。カウンター2だ。カウンター2だ。カウンター2だ。モーダーよくクリアした。大谷飛ばしました。一瞬体の攻撃だ。あもういよいよ勝負も常に来ています。中野真一おっとランニングレッグリーフリーカードロップカウントは2ランニングレッグリーフリーカーを見せましたがカウントは2です。うんと残念といったばかり中野真一バットを叩きました。さあフィッシャーマンスープレックスカウント2どうぞカウント2で跳ね抜けた。このあたり一郎ランジュニアの意地を見せました桃田光雄。ああいよいよ手に入ってきた中野真一今度は両足を取ってボストンクラブかエビの体勢だエビの体勢だ力はあるぞ。さあファイター中野真一グイグイと攻めつけるおーっとモーダもモーダを跳ね返すファンの声援に応えるように跳ね返そうとしている苦しい苦しいモーダミツオ。さあ馬場さんどうでしょうこのモーダミツオ。そうですね怖いとこですね。中野のね腰が浮いてますからねまだいいと思うだんだん入ってきましたけども、はい22年5年得点40歳のハードを迎えることができました。桃田光雄懸命にクリア懸命にクリアしました。さあファンの熱い声援に応えて栄光への挑戦桃田光雄。さあ今度はシミット流のバックブリーカー背骨を痛めつけられました。いよいよ構成が続きます中野真一おっと今度はもう一度もう一度バックブリーカー背中への攻めを続けます中野真一です。そしてこちら側のロープに飛ばしておっとパワースラム一戦さあカウント2を足も押さえたがカウント2でクリアしたカウント2でクリアしたまあとにかく今日の桃田は非常に試合が充実しております。まあ試合はともかく勝負はともかく内容も重視したいと試合前に語っておりました。ファンが納得する試合をしたいと桃田光雄を語っておりました。さあ今度は桃田光雄がおーと決まった次決まった決まったぞ決まったぞ決まりました桃田光雄おーと一瞬の早技だ。
やりました。力道山陣内やりました。季節の22年にしてタイトル奪取、嬉しい桃田みそ。この声援をください。大会館全員が桃田への声援です。敗れた中野俊一もまだ信じられないといったそういう表情です。馬場さんどうですか今の試合。そうですね、はい、今ねそんなに変わった技でなかったんですけど、はい、校内中野がぶつけられて回った時に頭を打ったんじゃないかと思うんですがね、それにしては中野は そんなに首が痛そうな顔もしてないんですよね。スモールパッケージにもならずにただ、上に体を歩く中にいてポーズをしました、はいはい、さあこの黄金に輝くベルトをご覧ください。第8代の NWA 世界チャンピオンは桃田光雄、ニューチャンピオン誕生、ニューチャンピオン誕生。さあそして今試合終わりました。中野真一も桃田に祝福の握手をしました。桃田がチャンピオン、桃田が第8代の NWA 世界ジュニアヘビー級タイトルを獲得しました。ヨコがなんじゃい、シヤコがなんじゃい。うだうだ言わんと、もういっぺんトライしなはれ。好きやねん、お感情。何はあの中華そば好きやねん。虫除けには、うな虫除け、虫除けには、虫除けには、うな虫除け、わかった。ハイテックハイパワー日本橋の二宮よろしく。大人は大人、中村康史と佐川光雄のコンビが放つちょっぴり刺激的な深夜のおしゃべり番組大人は大人、毎回スタジオにゲストを迎えおしゃれなトークに歌を織り交ぜて送る大人の大人による大人のためのひとときです。大人は大人、毎週火曜日深夜1時10分からお楽しみに。大げさな広告、紛らわしい広告、嘘の広告はお断り。広告の苦情お問い合わせはお電話で、ジャロ。激動の昭和とともに戦う男たちの熱きドラマをたどってまいりましたプロレス。不滅のプロレス35年史を飾る大一番がいよいよ始まります。まずはこれがチャンピオン鶴田の控え、プロレス史上初 PWF インターナショナル UN 三冠統一王者になりました。これがジャンボ鶴田の表情であります。そして天竜の控え室、トップコンデーダーは天竜源一郎であります。鶴田にとりまして最強のライバル天竜、いよいよ両選手の入場です。昭和38年12月28日夜行列車に揺られて上京して角界入り、そして昭和39年、ここ大阪の地で西序ノ口22枚目初土俵を踏みました天竜。その思い出の地でトリプルクラウン三冠ダッシュなりますかどうか、宿敵鶴田を倒すことができるかどうか。自分を変え、全日本プロレスを変え、プロレス界を変える男天竜、この生き様に多くのファンが共鳴しております。奇跡とも言えるこの天竜の背後、天竜革命祭典の奇跡、それが鶴田との戦いでありました。現在は無冠ではありますが、その胸には意地と誇りと反骨心という勲章が光っています。闘魂天竜入場。そして鶴竜対決が今を盛りとばかり激しく熱く大阪で燃え上がっております。チャンピオン鶴田の入場。全日本プロレスのトップを張って14年、日本で唯一 AWA 世界ヘビー級王座を取った男ジャンボ鶴田、一派の名勝負激闘を乗り越えてまいりました鶴田ですが、この一番ほどこの胸を熱くしている一戦はないでありましょう。
全日本プロレス16年の悲願でもありました。三冠のベルトも遠い。最後にベルトを持っている者が最強。ここにベルトがあることが一番強いことの証明だと言い切ります。ガンボ鶴田、強い者が勝つんではなく試合に勝った者が強いんだという鶴田。天才レスラージャンボ鶴田、こちらも堂々と入場。史上初のトリプル世界チャンピオン鶴田入場。試合前に日本テレビメインイベント、インターナショナル PWS ユナイテッドナショナル統一ヘビー級トリプルタイトルマッチであります。両選手に日本テレビ、読売テレビ並びに番組のスポンサーより豪華な花束が贈られました。チャレンジャー天竜、読売テレビ青山運動部長よりタイトルマッチ宣言が行われております。思えば昨年4月大阪で天竜対ブロディ戦で始まりました三冠統一戦からちょうど1年。この間鶴田、天竜、ハンセン、そしてブロディが王手をかけましたがいずれも実現しませんでしたが、鶴田が3回目のチャレンジで誰もが成し得なかった偉業、史上初の三冠統一王子となりました。インターナショナルのベルトは挑戦者はこの天竜です。インターナショナルのベルトは馬場さんの代名詞でもあります。7年間保持しましたドリーハンクジュニア、ブロディという名前を刻まれております。 DWS ベルト、これは馬場さん初代チャンピオン、初代チャンピオンでした。馬場さんが初代のチャンピオンでした。ロビンソン、ブッチャー、レイス、ハンセンという名前、そして UN ヘビー級ベルトには鶴田、天竜、ハンセンというチャンピオンの名前が刻まれております。その3本のベルトが今ホップ席に預けられました。さあ中田龍リングアナウンサーによりますトリプルクラウンタイトルマッチ、両選手の紹介です。クラウンは挑戦者270ポンド天竜。激しく時代と戦い続ける風雲のぼり流天竜、長岡三冠統一選手権者、275ポンドジャンボ鶴田。日本で初めて三冠統一選手権者というコールを聞きました。ジャンボ鶴田です。初めての防衛戦であります。今日もやることいっぱいあるのに体がついてきてもないな。あの人が言うように仕事と家庭と両方って無理になってきたのかな。キューピーコアゴールドは疲れが溜まってきた時によく効きますよ。カレーマルシェ、おいしいヨーロッパを召し上がれ。ボナペティ食べカレーマルシェ。ハウスカレーマルシェ、シチューマルシェも新発売。ハイテックハイパワー日本橋の二宮よろしく。かゆい時にはうなこは、かゆい時にはかゆい時にはかゆい時にはうなこは。天竜革命の集大成ということも言えるでありましょう。天竜にとりまして天竜革命は2年目、そして鶴田にとりましては初の防衛戦が鶴竜対決になりました。両者の対決2引き分けの後、4年4ヶ月ぶりに対決、天竜革命を進める天竜が2連勝の後、鶴田が一つ返しました。東京、横浜、そして大阪と舞台を変えました。今歴史的なゴングが鳴りました。両選手それぞれのコーナーに分かれております。右へゆっくり回します。鶴田そして天竜です。日本人同士で三冠をかけて戦うのも初めてであります。まだ両選手組み合いません。両選手今組み合った、重心をグッと低くする鶴田。鶴田は肩ひたついた。天竜の五体にも力がみなぎっている。押し込みました天竜ロープサイド。サムグレフリー和田恭平、胸をポンと叩いた鶴田。この表情です。気合が入っています。鶴田やや天竜の方は冷静か。軌道を出た。そして延髄、先制ストライン髄、そしてチョップ。鶴田の胸を手に染める天竜の天竜チョップ。そして闘魂ラリアット、闘魂のラリアット、速い攻めの天竜観察中まで追い込みました。思い出せば2回目の対戦の時に天竜がいきなりのラリアットを打ちました。そして今日が4回目の対戦でありますが、天竜革命を持って4回目の対戦でありますが、またしてもラリアットを先に打った天竜。さあキックを一つ連れて鶴田がドロップキック、
ウルトラドロップキック。2回目の対戦の時に打っていったドロップキック、これも出してまいりました。ジャンボツータです。さあ馬場さん、鶴竜対決、今回は初めてタイトル三冠がかかりましたけども、どんなファイトを期待しますか。まあね、この2人にとってはね、もうベルトも三冠も何も関係ないでしょうね。もういいでしょうからね。あ、でその意味でね、今あのジャンボがね2位じゃなくて飛び切りになりましたよね。そうですね、ここだけね気合が入ってると思うんですね。ジャンボツルタのドロップキックが爆発いたしました。そしてグランドでの展開、この頃よく見られます、この天竜のヘッドロックからの展開、グランドでの展開。しかし鶴田よく研究しています。右の手をさっと首の辺りに当てて、そしてこれを逃れんとしております。この天竜のグランドでのヘッドロック、これは1回目の対戦、天竜革命後1回目の対戦、そして2回目の対戦で見られております。左のサイドからのヘッドロック、これを解散としているジャンボ鶴田。馬場さん、これまでの対戦、ジャイアンツと馬場さん、まあ、2人の共通の師匠でありますが、いかに数多くの技を出して、そしてピンホール決着をつけて、その中に未知の技をいかに組み込むか、こういうふうにあのポイントを指摘されているんですが、今日はどうですか。そうですね、まあ、この2人ね、まあ、僕らもみんなもうあの天竜の技、ジャンボの技みんな知ってますでしょ。だからどこで何が出るか、ね、それも分かるわけですね。あとやっぱりなんか意外なものが出てきた方が勝つんじゃないかと思うんですよね。なるほど。ただその意外なものが出るか出ないかですよね。さあ今鶴田のエルボーが出ました。顔面を狙うエルボー。この鶴田のファイトもこのシリーズ、非常に凄みを増してまいりまして、明らかに鶴田は変わった、こういうファンの声が大きくなっています。第3回目の天竜革命後3回目の対戦でも見せました顔面狙いのエルボー。さあ鶴田ちょっと余裕の表情か、いや厳しい表情に変わった。両者の距離30センチ、右の相手、天竜右の相手、そしてボディースラムの体勢だ、投げた、飛んだ、2位を落としてそのままカバー、カウント2です。首4の字仕掛けているのは馬場さん、天竜ですね。そうですね、このあの技を取りに行くのは早いですよね。はい、まあ、これまでの序盤戦、天竜掛け物の第1ラウンドでは攻め手の多い鶴田が握りまして天竜が耐えるという形になりました。そして第2ラウンドでは、そして第2ラウンド第3ラウンドでは鶴田が先にラフ攻撃を仕掛けて、その後天竜がヘッドロック攻撃を中心とするサブミッションホールド、じっくりと天竜がその後攻めていく、そういう展開が見られておりますが、今日は仕掛けるのは天竜であります。グラウンドへ誘いました。しかしグラウンドでのテクニックは鶴田も得意とするところであります。まずこの序盤戦、ここまで天竜ペースと見てよろしいですか。まだ分かりません、ね、ペースはまだね、どっちとも言えませんけどね。まあ、試合前ジャンボ鶴田選手はベルトを守ろうとしたら勝てる相手じゃない、勝ちに行かないと勝てないだろうと、このように言っています。そして阪神との2連戦、まあ、1週間に3回のタイトルマッチをこなしておりますジャンボ鶴田、体中が痛いんだとも話していましたが、そんなのはリングに上がれば関係ないでしょう。ただ今までね、はい、あの3回シングルマッチをやりましてね、そのどこでワンツースリーと数えられてもいいような技がねたびたび出てるんですよね。そうしたらどっちが勝ってもね、僕は不思議はないようなね力の差だと思うんですね。なるほど、まあ、まさにどっちが勝ってもおかしくないという、まあ、馬場さんの解説ですが、馬場さん、昨年3月このブロディに敗れてインターナショナルヘビー級選手権を失った鶴田、それから今シリーズ天竜はハンセンに敗れて、まあ2冠を取ることができませんでしたけれども、この両方の試合でもプロレスに残る名勝負、負けても何もこの攻められることはないわけですよね。そうですね、どっちが勝っても本当におかしくない試合、序盤戦は静かな、しかしその中にも何か青い炎が燃えているような、そんな感じ。バックに回ったバックドロップか、ニークラッシャーか、しかしヘッドロックはジャンボ鶴田、上から押さえつけるようにあーっとエルボーを打っていった、このエルボーの打ち方独特、後頭部に打っていきました。さあブルドッキングヘッドロック、ジャンボ鶴田にしては珍しいブルドッキングヘッドロック、そのまま片指に固めました。カウント2であります。この2人の対決を振り返りますと、第1ラウンド、鶴田がバックドロップの2連発、これに耐えました天竜、結局最後はエプロンの鶴田に天竜がラリアットを打ってリングアウト勝ちという展開です。その時バックドロップ、この鶴田の2連発を食いました天竜は、あの武道館の天井が真っ白に見えたというふうに話しています。また第2ラウンドは逆に
鬼とかしましたこのジャンボ鶴田が反則暴走、天竜の反則勝ち。そして第3ラウンド2敗を喫しました鶴田が攻めの鶴田となりまして、天竜の顔面狙い、天竜、そしてその天竜はエキサイトをいたしまして、結局鶴田の反則勝ちということになりました。天竜革命後両者の対決は2勝1敗、通算に直しますと2勝1敗2分け、天竜がリードということになります。まあ前回の対戦では馬場さん、この両選手興奮しまして、まあこれも史上に残る名勝負ですが、あまりにもこの危険な状態となった、そういう試合でしたよね。そうですね、まあ危険はね常に伴うんですけども、この感情的というかね、やっぱ日本人同士となりますとね、やっぱり、はい、日本人お客さんの前で負けたくないっていう、負けたら恥ずかしいというね、それがねやっぱりむき出しになるんですよね。なるほどね。ですから今までそのなんかこう、はい、すっきりした試合決着がつかないんですよね。どうしても意地が交錯してしまいます。さあ鶴田のジャンピングニーから指に固めまして、鶴田有利の体勢が続いております。万力のような腕での太さ、そして力強さで締め上げます。天竜のヘッドロック攻撃は私たち何回も目撃しましたけれども、この第4ラウンドでは鶴田がヘッドロック攻撃優勢を取っております。まあ確かに馬場さんお話のように1回目に2回目あたりは意地の張り合い、そしてしかしながら徐々にこの技の攻防というものにこの転じてまいりました。鶴田対天竜の頂上対決、本当にどうなるかわからない試合、あるいは喧嘩ファイトになるのか、あるいはますますハイグレードな戦いになるのか。上になっているのがスータです。褐色の肌鶴田、そして白い肌天竜、天才児鶴田、総根天竜、まあ、しかし天竜選手は言っています。この鶴田選手の三冠王ダッシュ、まあ、素直にその力を認めたい、このように話していました天竜です。そしてまたこれまでの戦いを通じて天竜はこのようなことも言っています。鶴田はピンホールの死骸がある男だ、そしてパレードジャンボ、このような言葉も入っております。馬場さん、まあいろいろ絶戦も華やかなようですけど、鶴田も天竜もお互いを認めているんですよね。そうですよ、もう認め合ってね、やっぱり、これ以上の強敵はいないというぐらい思ってますでしょうね。でしょうね。相変わらず鶴田の強烈なフェイスバックが続いています。序盤天竜、そしてここへ来て鶴田優勢です。馬場さん、2人のこの心理状態を分析しますとね、ハンセンが天竜にピンフォール勝ちました。そのハンセンに鶴田が勝ちまして三冠王になった。その辺この精神的な優位というのは考えられますか。まだね、そのなったのが最近ですからね、ジャンボも天竜もね、もうジャンボがこの試合勝てばね、これからこのじっくり考えるんじゃないですかね、味合うんじゃないですかね。まだ三冠の喜びというのは実感として持ってないかもしれませんね。そうですね、ですから天竜が今日勝てばですね、はい、まあ、これもその実感なんていうのはすぐ分からないんじゃないかと思うんですね。やっぱりこんな完全に負けたこんな完全もうやっつけたいという、はい、気になるんじゃないかと思うんですよね。そうですか。さてその10分が経過してまいりましたが、馬場さんはこの三冠統一の偉業についてはこの鶴田どう見てますか。やっぱりハンセンをね、ジャンボが倒したということにね、はい、やっぱり大きな意義があると思うんですね。まあ、今まで誰もが成し得なかったこの三冠統一、このジャンボ鶴田がやってのけました。しかしこの天竜に勝って、そして初めて三冠統一王者、胸を張れるのかもしれません馬場さんのお話。さあグランドでのねちっこい展開から、この後どのように展開していくか。バックドラップ、これはこらえた、足を引くこらえている。この後天竜が後ろに回ってジャーマンを打った光景がこれまでありました。天竜足のフックは外れた、しかし重心を低くして加えている。鶴田しかしこれを投げ切らんとしている。さあ打てるか、さあ打てるか。これまでバックドロップ2連発だ、形は悪いが強引に持っていった。馬場さん、今のは鶴田にとっては気持ちはバックドロップだったんですね。そうですね、やっぱりもう最後まで諦めずに行きましたね。よく天竜も捉えましたしね。まあ、この思えばハンセンからこの三冠を奪ったのももう最後馬場さん追い込まれて追い込まれて追い込まれて大逆転勝ちだ、あの耐久力が最後ものいったんですよね。そうですね、ジャンボは、ね、計算したと思うんです ね、さあ今度はスイーパーホールド、
締め技を今日は多用しています。馬場さん、このスリーパー、それから先ほどのフェイスロック、密着技を多用しているようですが、この辺の作戦はどうでしょうか。いや、それはジャンボの作戦としてはね、これはいいと思うんですね。首を締めていく、天竜スタミナ随分奪われますからね。なるほど、まあ、天竜選手もスタミナは十分ある。それからご存知のように鶴田選手はもちろん無尽蔵のスタミナを誇っておりますが、その天竜のスタミナをじわじわと密着技、このスリーパーホールド、あるいはフェイスロックによって奪おうというジャンボ鶴田。その鶴田の背中にももう汗が光っています。そして天竜の背中にも汗が光っています。この大阪府立体育会館、もうリングサイド大変な暑さ、リング上は照明灯に照らされましてもっと暑いでしょう。初夏を迎えました大阪地方、大阪府立体育会館、初の日本人同士によるトリプルクラウンタイトルマッチ。天竜の一つ返した、天竜チョップを一つ返した、そしてハイキック、鶴田の15万キックに対抗するようなハイキック、意表をついた技が出た。ジャンボ鶴田場内ちょっと驚いた表情、意表をつかれましたジャンボ鶴田。そして今、あーっと、トペツイシーだ、出ましたね。こういう技はね、本当に出るんですよね、天竜はね。天竜というのは本当にこういう一番になると何が飛び出るか分からないですね。この技はね、ホールスの技じゃないですから、あそのすぐ天竜が上がればね、なるほどね、上がった時点でレフリーがカウントしますからね、はい、さあ天竜が上がりました。そしてまた強制のカウントが入る、2回強つかりました、また狙っている、バリアット、初めての対決をあの場面、そうです、シュートルになって鶴田がリングアウトになったんです。それとちょうど同じ場面だ、天竜3回目の不意をつきました、エプロンからのレット、そしてもう一度直攻撃をしていく天竜が一度、やはり馬場さんは話のように今日もつく技、これが功を奏しております。どんなことになるか、いやおろか、天竜ビールがパワーのタイムを打って、あ、天竜首を持っていかれたかもしれません。16分飛び3秒、正式な再生が今放送席にやってまいりました、ジャンボ鶴田防衛ということになりました。今チャンピオンベルトが渡されます、3本あります、トリプルクラウンタイトル、これを守りましたジャンボ鶴田。今のパワーオム、確かに高さがありました。そしてかなり変な形で持ち込みましたね。そうですね、ランマの手で揺れを取りましたね。そうか、大丈夫ですね。天竜が引き上げます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 。結局はピンホルラケットリュートになりました。89全日本プロスーパーパワーシーザー入りの開幕、長崎選手の紹介です。ボーナスポスト最上段からのダイビングヘッドバット、超高速カミソリスープレックスでファンをうなわせる爆弾小僧ダイナマイトキッド、そのキッドと怪力コンビを組み必殺のパワースラムで天竜からのピンフォール勝ちを狙うイギリスの赤い稲妻デイビーボーイスミス、203cm127kg の巨体、ファイビースパイクで猛威を振るい、ポストハンセンの本命とまで言われる金髪のワシダニースパイビー、必殺のエルボードロップ、足4の地固めとパワー十分な喧嘩番長ディック・スレイター、パワー&ラフサッポーでニューヨーク地区のトップに君臨するドン・ムラコ、前回はフットルースの持つアジアタックに挑んだが惜しくも敗れ、その再戦に燃えるカルガリーの新爆弾児ジョニー・スミス、軽量ながら小気味良いファイトぶりで若いファンをうならせるジェットプリンスミッチ・スノー、熱いファイトにご期待ください。全日本プロレス89スーパーパワーシリーズ日程です。5月12日後楽園ホールにて開幕、13日名古屋、15日福井、17日伊賀上野市、20日小山、21日茅ヶ崎、23日十和田、24日秋田、26日酒田、27日会津、31日長野箕輪町、6月3日土浦、4日大月、5日日本武道館、そして最終戦は千葉です。